こんにちは、目黒区の自律神経救世主、腹巻接骨院、久松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も、自律神経の症状、またはその他の症状でお困りな方にお役に立つ情報を提供いたします。今回はですね、肩甲骨剥がしについて、ご説明いたします。以前の動画でタオルを使った肩甲骨剥がしというのを、2種類ご紹介しました。今回はタオルを使わない肩甲骨剥がしを、2種類お送りいたします。肩甲骨というのはですね、まあこの部分にあるんですけども、肩甲骨を剥がすにはどうするか、こう肩甲骨自体を動かして伸ばしてるというやり方もあるんですけども、今回はこの横にある広背筋という筋肉あるんですけども、この広背筋がかなり肩甲骨の動きに影響を出してます。この広背筋を伸ばして緩めることによって肩甲骨の動きが良くなるという、そういったストレッチになります。どのようにやるか説明します。まずですね、手のひらを外に向けてください。伸ばしたい方の肩甲骨側の手のひらを外に向けます。で、手のひらを外に向けた状態で手を上に伸ばします。そして反対の手を使って手首を持ったら少し上に引き上げます。引き上げた状態で横に倒します。もう一回やります。手のひらを外に向けます。そして真上に持っていく。そして反対側の手で上に引っ張る。上に引っ張ったままテンションを緩めずに横に倒す。そうすることによって、このもう骨盤の付け根の部分からもう真横から腕にかけてテンションかかります。だいたいやってみますね。手のひらを外、手を上に上げて手首を持つ。そして上に引っ張る。引っ張ったら横に倒す。これを30秒から1分やってみてください。私今やりますね。結構伸びてますね。この時に大事なのは呼吸を止めないというのと、あとは無理に強引に引っ張らないでください。伸びてるなっていうテンションがあればいいです、ね、痛いのを強引にやってもね、いつも言うように脳が攻撃されたと勘違いして逆効果になっちゃいますから、それは無理しないでください。呼吸を止めないでね。もうちょっとですね。もうかなりね、横骨盤の方から、体の横から、背中から、もう手の方までピリピリきてる感じがあります。これで今1分経ちました。で、戻すとですね、もうこの辺がかなり緩んでます。手を上げてみても、すんなりね、手が上がるようになりました。ということで、セルフ肩甲骨剥がし。次回は、この第2弾、今度は座ってやる肩甲骨剥がしのやり方をご紹介します。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。